通過市は、中華人民共和、国吉林省西南部に位置する地球市。1985年通過地区所所から昇格市に昇格した国家歴史文化名城である。なお、1945年8月9日から18日まで当時の満州国の首都だった。東南部は、王力港を境として朝鮮民主主義、人民共和国自行動、西南部は、 遼寧省、北部は吉林省領元市、吉林市、白山市と接する。地域は長白山系に属する山岳及び丘陵地帯を主とする地形であり、南に王緑港、北に金港が流れる。満州と朝鮮を結ぶ鉄道の要所であり、1945年にはソ連軍を食い止めるべく関東軍が集結した。 1946年の通貨事件では多くの日本人が犠牲となった。1954年、通貨線区が設置され旧上等症管轄の通貨、柳川、海流、紀南、西武、武将、長次郎、臨港、周安の休県を管轄した。1970年に通貨地区と解消した。1985年の行政改革では通貨地区を廃止。 研究史の通過史を地球史に昇格させ、通過県、周安県を管轄、根光氏も地球史に昇格し、武将、西武の領県及び長子路朝鮮属児地県を管轄、海流県も地球史の梅川口氏に改変され、避難及び柳川の領県を管轄した。しかし同年末には、梅川口氏は、研究史に降格、通過史に編入されている。西勝区に研究。 し、三県を管轄する。両党省通過市両党省通過線区吉林省、通過地区吉林省通過芝居川口市豊富な森林資源の他に、朝鮮人参などの漢方薬剤も特産品とされ、漢方薬剤の取引をする製薬関連企業が多数活動している。また、通貨産のワインは中国最高級とされる。 重工業も通過鋼鉄集団などの工場などが生産を行っている。中国人民解放軍第二砲兵部隊のミサイル基地があり、日本へ向けて数十発の DF-21 弾道ミサイルが配備されているとされる。ミサイル防衛への期待、DRC 研究専門委員、高山正史、ありがとうございます。